国際連盟、国際連盟、国際連盟、国際連盟は第一次世界大戦後の1919 19年の協商国とドイツとのベルサイユ条約及び中央同盟国との諸公和条約により規定されベルサイユ条約の発行日である1920年1月10日に正式に発足した国際機関である。 連盟としての初会合は1920年1月16日にフランス・パリで第一回総会は1920年11月15日にスイス・ジュネーブで開催された。史上初の国際平和機構であり、日本では連盟、連盟と略されることもある。連盟本部は1920年から1936年まではスイス・ジュネーブのに、 1936年からは同じくジュネーブのパレデナシオンに設置されていた。パリケの屋敷も1920年から1939年まで国際連盟の会場として使用された。第二次世界大戦勃発後は事実上活動を停止していたが、1946年4月20日をもって国際連盟は正式に解散し、 その資産と役割は1945年10月24日に51カ国の原加盟国により設立された国際連合 A United Nations に継承された。第1次世界大戦中の1918年1月8日、アメリカ合衆国大統領ウッドロー・ウィルソンは14カ条の平和原則を発表し、その第14条国際平和機構の設立において、 国際的平和維持機構の設立呼びかけた。この平和原則はドイツに対する講和条約の前提となり、パリ講和会議では連盟設立が重要議題の一つとなった。同年、序盤にアニエッリと経済学者、アッティリオ・カビアテが欧州連邦か国際連盟かを出版し、欧州統合を主張した。講和会議後に締結されたベルサイユ条約、サンジェルマン条約、 トリアノン条約、ヌイ条約、セーブル条約の第一編は国際連盟規約となっており、これらの条約批准によって連盟は成立した。原加盟国は42カ国で、イギリス、フランス、日本、イタリアといった列強が常設理事会の常任理事国となり、1926年にはドイツ国、当時バイワール共和制。 1934年には、ソビエト社会主義共和国連邦も、加盟と同時に常任理事国となり、加盟国数が60カ国に達したが、以降は脱退、除名等で加盟国が減少に転じている。提唱者が大統領であるアメリカ合衆国自身は、上院外交委員長であったヘンリー・カボット・ロッジなど、文老主義を唱える上院の反対により核講和条約を批准せず、 その後の政権も国際連盟には参加しなかった。また、ロシア革命直後のソビエト連邦、ソ連、1934年加盟や第一次大戦、敗戦直後のドイツ、1926年加盟は、当初は参加を容認されなかった。このように大国の不参加によってその基盤が当初から十分なものではなかった。国際連盟は、 戦艦機のギリシャブルガリア紛争などの小規模、紛争解決に一定の役割を果たしたが、第二次エチオピア戦争など実行を挙げられないケースもあった。1920年代からはコスタリカが連盟運営分担金の支払いが不可能になったため1925年に、ブラジルは常任理事国参入失敗を機に1926年に脱退するなど、 ラテンアメリカ諸国の脱退が相次いだ。1930年代には満州国が承認されなかった日本、またナチスが政権を掌握したドイツが脱退。1933年、ホロドモールを収束させたソビエト連邦が加盟。1934年、第二次エチオピア戦争でエチオピア帝国に侵攻したイタリア王国が脱退。1937年、 その後も後の数軸国側中小国の脱退が続出し大規模紛争の解決に対する限界を露呈した。第二次世界大戦勃発後の連盟は各国代表が本国に帰還したことで規模縮小を余儀なくされたものの一部専門会委員会の会合や予算執行などのための総会は開かれていた。また理事会は1939年12月 フィンランド侵略、冬戦争を理由に、ソビエト連邦を除名した。戦争の激化とともに、総会、理事会の開催が困難となり、大体として、総会議長である、ユダヤ系ノルウェー人の委員長とする管理委員会を結成し、戦時中も、A、ロンドン、ポルトガル・リスボンなど場所を移して、会合を続けた。また、ドイツによるフランス占領によって、 ジュネーブが地理的に孤立状態となり、事務局など一部機関の移転が迫られた。事務局の一部機能を非加盟国である、アメリカ合衆国のプリンストン、財務部を A、ロンドン、薬物部を B、ワシントン DC、姉妹機関の国際労働機関 ILO をカナダ・モントリオールへと分散を消した。戦争による、 職員減少や分担金未納による予算不足によりその活動は低調になり、活動は統計記録の維持など最小限のものとなったが、プリンストンでは戦後に新国際組織を創設する計画議論が行われていた。これが後に1945年10月24日、設立の国際連合、原加盟国51カ国として結実する。 国際連合発足後の1946年4月に最後となる第21回総会を開催し、4月18日に投票により連盟の解散と資産を国際連合へ移行することを決定し、4月20日に解散した。国際司法裁判所 ICJ や国際労働機関 ILO は国際連合に引き継がれた。国際連合とは異なり、 最高決定機関は、理事会ではなく、総会であった。総会の決定方法は、多数決ではなく、全会一致を原則としていた。またたびたび議論が行われたものの、強制力を持つ軍を組織することができなかった。このため国際紛争において、仲裁を行うための強制力を持つことができず、紛争解決に、独自の指導力を発揮できなかったと指摘される。ただ、 世界における現実の紛争に必ずしも有効な解決策を提示できなかったとしても史上初めて国際機関として参加国の総意を持って意見を集約をするという理念は評価されるべきものと考えられている。紛争処理以外では効果を上げたとする指摘もあるほか満州事変に関する日本への勧告やイタリアによるエチオピア侵攻に際しての規約第16条に基づく 初の制裁発動等、常任理事国が関係する紛争に対しても可能な、限り対応した点では、現在の国際連合では安全保障理事会、安保理常任理事国、米英仏路中の5カ国が関係する紛争の勝利が困難であることと比べ、評価されるべきであるとの意見もある。加入国が対等の立場において、意思決定に参画するシステムは、 呂道の見地からは評価されるべきものであるが、実際には大国が小国を動かすことによって国際連盟における世論を構築することが可能になる制度であるとの批判がある。後継の機関とも言うべき国際連合においてはアンポリ常任理事国に一定の優越する地位が付与されている。日本は脱退まで常任理事国であり国際連盟事務局次長には ニトベイナゾウが選出されるなど中核的役割を担っていた。国際連盟に日本が加入した当時の内閣総理大臣は原隆現内閣であった。日本は地理的にヨーロッパから遠距離であるためにヨーロッパ諸国間の紛争に比較的利害を有していなかったことから、おおむねヨーロッパの紛争、ギリシア島に対しては公平な第三者として調停を ことができたと評価されるただ、理事国として、毎年少なからぬ、分担金を拠出する必要があり、一方で、国際連盟を、日本球団の場としていた中華民国、中国国民党政府は、日本と同等の地位と負担主張しながら、支払いが滞っていた。龍城湖事件を契機に、日本が満州全土を制圧すると、満州事変、身長最後の皇帝。 不義を失政にする満州国を建国した。これに抗議する中華民国は連名に提訴。連名では、イギリスの第二大リットン伯爵、ビクター・ブルワーイコールリットンを団長とするリットン調査団を派遣する。リットンは日本の満州における特殊権益は認めたが、満州事変は正当防衛には当たらず、満州を中国に返還した上で日本を含めた。 外国人顧問の指導下で、自治政府を樹立するようにされるべきであると報告書に、記した、立ン報告書である。1933年、昭和8年2月24日、国際連盟特別総会において、立ン報告について審議され、最終的な同意確認において、賛成42票、反対1票、日本、危険1票、シャムイコール減退王国。 投票不参加一国、地理であり、国際連盟規約15条4項及び6項についての条件が成立した。この評決及び同意確認直後、席上で松岡洋介日本全権は、もはや日本政府は連盟と協力する努力の限界に達したと表明し、立場を明確にして、総会会場を退去した。その後、同年月日、日本は、 正式に国際連盟に脱退を表明し、同時に脱退に関する証書が発布された。なお、脱退の正式発行は2年後の1935年、昭和10年3月27日となった。脱退宣言の後の猶予期間中も日本は分担金を支払い続け、また正式脱退以降も国際労働機関 ILO には1940年。 昭和15年まで加盟していたベルサイユ条約等では連盟と並列的な常設席であった。その他、アヘンの取締りなど国際警察活動への協力や国際会議へのオブザーバー派遣など一定の協力関係を維持していた。しかし、1938年昭和13年9月30日に国際連盟が規約第16条の制裁発動が可能であることを 確認する決議をすることで、日本政府はこれらの連盟書機関に対する協力の廃止も決定した。国際連盟から受任していた南洋諸島の委任統治については、1945年昭和20年8月に第二次世界大戦でポツダム宣言受諾により敗戦するまで、引き続き日本の行政下に置かれた。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。 クリックしてください。